今日はね、2日目終わって、チャイポン選手と、タケシ選手ね、会長に走ってます、チャイポンはね、結構今いいトップ争いのタイムでね走ってると思うんですよね。今日はちょっとね、タケシ君は残念ながらやっぱりミスコースでちょっと遅れた部分があるんですけど、いずれにしてもね、車の仕上がりもいいし、会長なんでね、我々の、トライトンはもう本当ね、どんな路面でもすごくこう確実に走れると思うんで、これからね、徐々に、またこうポジション上がっていくんじゃないかなと思いますね。 Drive your ambition, Mitsubishi Motors.